34三十四年四月一日体は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。防衛大臣、自由民主党山口県支部連合会会長。日華議員懇談会幹事長。参議院議員、衆議院外務委員長、外務副大臣、防衛大臣政務官、自民党外交部会長、衆議院安全保障委員長などを歴任した。初入閣は、 防衛大臣となったが、国防族というよりは、外交族と言われ、主として、外交関係のポストで地方を築いてきた。ジップは、外務大臣、内閣官房長官を歴任した、安倍慎太郎、実母は、安倍陽子。実刑の安倍晋三祖父の岸信介、王子の佐藤栄作はいずれも、内閣総理大臣を務めている。安倍晋太郎、陽子夫婦の三男として、 東京都に生まれた。長兄は安倍弘信、次兄は心臓。生後感もなく母、洋子の実家、岸家の信和、中子夫婦に養子として迎えられた。夫婦に子供ができず、信和自身が小児麻痺を抱えて、政治活動が困難だったことに伴う縁組だった。そして、忍は自分が養子だとも、実の父母が、新太郎。 呂子で、兄が心臓であることも、知らずに育った。小等幼稚園、慶應義塾幼稚社慶應義塾普通部、慶應義塾高等学校を経て、慶應義塾大学経済学部に進む。自身が養子であることや心臓が兄であることを、知ったのは、大学進学に最取戸籍等本を取り寄せた時で、騎士は、大学入学前だったと記憶するが、 提出書類として必要な戸籍等本を取り寄せてみると、容赦とあった。見た瞬間あれって思いました。その時のショックは、それは大変なものがあった。それから、一月ほど、なんで教えてくれなかったんだという思いもあって、頭の中が一種桜ん状態に陥りましたと、言っている。1981年3月、慶応義塾大学を卒業。 1981年4月、住友商事に入社し、2002年8月まで勤めた。忍自身は、食料調達のため世界中を飛び回った、商社マン時代であったと解雇している。なお、忍の正解入りに、兄の心臓は賛成ではなかったとされる。2004年7月の第20回参議院議員、通常選挙に、山口県選挙区から、 自民党公認で出馬し、民主党公認の大泉博子らを破り初当選。同年10月より、自由民主党の広報局次長、青年局次長、自由民主党農林水産関係団体委員会、副委員長、自由民主党、NPONGO 関係団体委員会、副委員長を務める。その後福田改造内閣、麻生内閣において、 防衛大臣政務官を務めた。麻生卸に際しては、両院議員総会開催を要求する署名に、署名するも、後に撤回。2010年7月の第22回参議院議員、通常選挙で、民主党公認の原田大二郎らを破り再選。2011年4月14日、東日本大震災の復興補正予算が議論される、中、 復興予算年出のための ODA 削減案に反対する超党派連合のメンバーとして名を連ねる。2014年5月19日、包括的核実験禁止条約地域、ハイレベル会合にて、防衛大臣在任時2012年11月30日、第46回衆議院議員総選挙に、山口2区から立候補するため参議院議員を辞職。 12月16日、民主党前職の平岡秀夫らを破って、初当選した。2013年9月30日、外務副大臣に就任。2014年12月14日、党会票の第47回衆議院議員総選挙で再選。2016年1月4日、衆議院外務委員長に就任。2016年8月5日、再び外務副大臣に就任。 2017年10月22日投開票の第48回衆議院議員総選挙で参戦。2018年10月、衆議院安全保障委員長に就任。2019年9月26日、衆議院議員運営委員会筆頭理事に就任。2020年9月16日、菅義偉内閣で初入閣。防衛大臣に就任。 2021年10月31日投開票の第49回衆議院議員総選挙で4選。身長は183センチメートル。農商務省時代の岸士介左から岸士良子、岸士信和、岸士介、吉田博士佐藤栄作愛川八八。井上香織愛川渡る、愛川淳太。愛川義介常、愛川金次郎。中。 辰、小沢聖路、田辺譲中子、田辺誠民、イコールイコール、岸忍岸信政、良子、岸士要岸信介、岸信一、佐藤秀介、岸信介、良子、安倍晋三、安倍博士、安倍晋太郎、安倍博信、ありがとうございます。